おはようございます。カラスのクッピーチャンネル、こちら日向ぼっこでくちゃいちゃってます。はい、カラスのクッピーと保護主レンです。今日はね、2月11日建国記念でね、お休みの人も多いかと思います。お天気がね、いいけど風が冷たいね。日向はポカポカでね、あったかいので、くーちゃん、くちゃい、あー気持ちいいね、くーね。あ、ポッピーくんがテクテク歩いてますね。マイペースですね、ハトはね。はい、というわけで今朝も札幌カラス研究会中村真紀子さんからすすきののね、カラスたちの動画が届きました。今日はブト君たち、なんとね、お肉がね、お肉争奪戦がね、すごいことになってましたね。そちらの様子をちらっとだけですが、どうぞ。こうやってこうね、肉なんか見つけるともうみんなで肉争奪戦を始める。ちょっと肉争奪戦だけ映してみます。まだまだ続く肉争奪戦、肉と一緒に移動します。道路の真ん中に来ました。危ないです、車が来るとちょっと心配な脱線。ちょっと雪が降ってきました。はい、車が通りました。まあこんな感じでね、あのみんなちゃんと移動はしてくれるんだけども、でやっぱちょっと心配だなね。はい、ブト君たちね、もうお肉大変でしたね。もう車が来るからもうちょっとハラハラしちゃいますけどね。ブト君たち雪の上をね、たくましく生きてますね。くーちゃんはこんなとこでね、ポエーってしてるけどね。というわけで、ブト君たちの肉争奪戦のノーカット版は札幌カラス研究会中村真紀子さんの YouTube でご覧いただけますので、そちらをね、ぜひご覧ください。結構ね、見入っちゃいますよね、ああいう光景っていうのはね。こちらの動画の、説明欄の方にですね、リンク貼ってありますので、そちらからどうぞご覧ください。ね、こうちゃん。はい、というわけで、寝室の黒い妖精クッペくんでした。ではでは、良い一日を。